フィラール様。テオ・コルネーロ公爵、再び我が聖印を捧げる時が来ました。異論がなければ。そんなものあろうはずがありませんわ。システィナ公がアルトゥーク条約の盟主にふさわしいのはもはや誰の目にも明らか。私も従属を申し出ます。私もテオ殿に従属させていただきたい。ただし私はコンスタンス家の仮名を捨て、母の仮名であるステレアを名乗ろうと思う。お待ちください。私に兄ビラールのような器はない。この城をミルザーに奪われた時も私は兄上の力になるどころか足を引っ張るだけだった。それはお前の方がコンスタンス家を継ぐのにふさわしい。だから今日からお前がコンスタンス家の当主となるのだ。承知しました。その上でお前もテオ・コルネーロ公爵に従属するといい。私たち二人の爵位を合わせてもアルトゥークとレガリアを治めるには足りないからな。テオ様さえよければお受けしましょう。それでは我が主システィナ公テオ・コルネーロが条約の盟主となり、皆様の聖印を預かるということでよろしいですね。俺は我々の盾となって亡くなられたヴィラール・コンスタンス伯爵の意志を継ぐつもりだ。ヴィラール様は同盟と和解するという連合の決議を遵守した。